はい、皆様こんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。またまた Amazon から荷物が届きましたので開封していこうと思います。はい、では開けていきます。はい、ビボーオーディオのレコードスタビライザーを購入しました。はい、では開けていきます。はい、私は水準器付きのレコードスタビライザーを購入しました。はい、なんで私が水準器付きのレコードスタビライザーを購入したのかと申しますと、私レコードプレーヤー専用の水準器を持ってなかったからなんです。なので水準器の機能がついたレコードスタビライザーを購入しました。はい、ではこの水準器の使い方について簡単に説明していこうと思います。はい、ではレコードスタビライザーをレコードプレーヤーに設置します。設置が終わったら、水準器の気泡を見て、ここの黒い円から気泡がずれてなかったら大丈夫です。ずれてたら、レコードプレーヤーのここにありますインシュレーターを回して水平の調整を取るようになります。はい、でこちらのレコードスタビライザーなんですが、金属製で重さが 280g あります。そして水準器の機能がついて3000円を切る価格で、私は買うことができたので、ラッキーだったなと思っております。では今日の動画はここで終わります。はい、では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。